ぞー。半分や。え、まだ半分ですか。やばい。え、神山ずっと8キロこれ。いや、8キロこれではないやん。え、アップ。じゃあもうもうちょっと上がってるやん。もうほんまに無理。うわぁ、うわ、欲しい。もうパチン、このラッシュだったらこれめっちゃ嬉しいやつやん。マジで、マジで、もう書いてある。このクラスの足湯見たことないですね。ナイトショットで撮る足湯見たことない。じゃあもうなんすか。じゃあ行こう。よし、気合い入れます。第3話スタートでございますね。はい、まだ未だに有馬温泉にいます。はい、今から帰っていくっていうわけですね。そうですね、北激坂をこのまた上がっていって、エアビさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょ、マジでさ、もっと近いところに立てば、そらマジでそんなもんおかしいんか。あと荷物全部平らにしようよ。そうや。聞いてんのか。聞いてんのか。おい、11時50分下りがどこまで生きるか。そうやね、稼ぎたいな。早めに着くこと願って。はい、着いたらパーティーする。なんけどな、寝るが一番のパーティー。シャワー浴びて、うん、すぐ寝たい。けど、うん、やっぱり一応 YouTube なので、あ、飯食ってすげーな、YouTuber 飲みゲーとかやって、ちょ、もうありえへんって。手持ち花火して、ちょ、命かけてんねん。何してるの、マジで。温泉入れてへんねん。視聴者は今から奇跡を見ます。いや、マジホームドットさんとかなんかすごい頑張ってたとか言ってたけど、絶対俺らの方が頑張ってるの。絶対な、間違いない。しかも俺たちのこの視聴回数2万いけへんからな。絶対な。ああ、頭使えへん YouTuber ってこうなんねん。絶対な。戦略ない YouTuber ってこうなんねん。絶対な。見とけよ。じゃあ旅館向かいます。この腕上げたら最後や。パラ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 。いや、あれ下ってるぞ。おお、もうだから俺たちが散々苦しめられてきた坂を、あとはもう舐め回すだけ。舐め回すだけっす。でかい。ゆっくり上から下まで舐め回してやるよ。誰？副ギタルの快進撃が始まるで。しゃはっ。一番気入ってる。ふぅ。ダークミの情緒がもう壊れてます。酔ってないって。こんなん帰るぞー。道の給料日や。ヒコマロみたいなのおる。道のヒコマロおる。道ヒコマロです。道のヒコマロや。その通りでした。くれたところでなんかやるお礼かなんか。ちょっと参拝だけしよう。2話を見てもらったら分かるんですけども、僕たちを救ってくれたお家の前に、ついてます。もうありったけの感謝を込めて、はい、お礼しましょう。お礼しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に切って切り替え早っ。帰りましょう。切り替え早っ。マジで売れたらでっかくして返そう。マジで返そう。命やからな。ほんまに命。命を救ってくれてる。これから何ぼ稼ぐ思ってんねん俺ら。返しましょう。チャナとかあげちゃったりして。チャナいいのかな。え、わかんないけど。子供たちもありがとう。ありがとうございました。本当に帰ってよ。帰ろうか。帰りましょう。よし、行こう。おい、美容のやつすな。なんと！
山のふもとまでもう帰ってきたー。ナイスランでした。ガチ早い、上がりすぎ、ブレーキがもったいない。コビーや、ブレーキコビーや、ガチで最高。約3時間かけて登った坂を30分で下ってきました。この後まで一気に帰ります。はい、しゃもう下り坂だけよ。チョリチョリすごい学校の中をお届けしてます。山を下りましてね、あれから30分ぐらいこぎましたが、すいません、もう座ってるタムロとかはもう許してくれ。これでタムロダメだろとか言ってくるやつはマジでそいつが悪い。でもタムロしたら俺も悪い。聖人君主やん、その髪型で。今岩がインスタライブしてるから、岩くん文句言います、うん、メインフェーズね。今日だけはマジでメインフェーズうざいから全員呼び捨てにしてる。この企画やりだしたのはメインフェーズの過酷企画のマネなんで、夜中1時半に起きてる人限定で、何やってるか伏せるけど、うん、岩のせいでえらい目合ってると、うん、ちょっと報告だけしたいと思います。そうしよう。岩くんマジでイケメン。はい、目なくなったんか山で。お前でも和志くんも美女探っていう顔はしてる。顔はしてる、顔と髪型はしてる。ちょろっと喋ったんだけど、いやマジ俺行くから。行けよ。行く行く。逃がすなよお前、逃がすなよおい、死ねえ。マジでうるさい。じゃないほんまに痛い。あれお前もう仕事辞めてんの。辞めてんの。カズシ君チャリで北海道まで行ってんの。それ一本やばい、やばい、こんなん4本あ、来た遅いね。おいこらてめえこの野郎。ちょっと言いたいこといっぱいあるから言わさせてもらうけど、岩ちゃん、ちょメインフェイス全員出てこい。来たやるねー。来たやおいこら、自分らが一人で福岡行ったり北海道行ったりするからこっちえらい目合ってんね今。詳細はまた動画で見てもらったら分かるけど、夜中1時半でこんな汗かくことある。ちょマジみんな舐めてるわ。ちょマジ俺も言わして。おい行ったってくれ。おいカズシ誕生日おめでとう。おめでとう、おめでとう。今俺たち12時からぶっ通しで動いてる。今驚かんよあんまりこの人は。1週間ぶっ通しやねんか。1週間違うぜ。俺たちそのメイフェイズみたいに覚醒剤売ってないねん。まあとりあえずまた東京ボコしに行くから体鍛えといて。じゃあまた遊びに行くんでその時よろしくお願いします。なんでタメ口やねんこいつら。マジマジ舐めてない。元気もらえたし宿向かいましょう。もう次は宿やな。もう宿宿狩り。おお、あのあと1時間あるんでもうビットかな。正解のヤドン。マジ全然ちゃう。ピンクのポケモンですね。はい、ピンクののろまなポケモンですね。はい。チョリチョリローソンを出てから約50分一言も喋りません。誰も黙々と漕いでおります。あと10分で宿に到着です。次に見つかったコンビニで今日の晩ご飯とお酒を買う予定でございます。それまでしばしお付き合いください。おばあちゃん家ですね。おばあちゃん家。何個あるのシャワー？1個。19、16。とりあえずシャワー浴びるまで一旦バイバイ。もう無理です。チョリチョリ。緊急で動画回してるんですけど、ちょっとアナルがやっぱやばいと、お尻が全体的に感じられてる。そうですよね。これの確認だけみんなで取り合って。あ、みんなのリアクションだけこう視聴者の人に。あ、なるほど。あー、でも赤い。赤いな。上が赤いな。あー、でも赤い。もう赤い。外が赤いわ。うん、赤い。で、ケツにティッシュつく。あ、先生、防具助かりますか。いや、もう。残り短いですね。うわえなんかお前エグいぞ。これエグい。ミミズバレ、うん、うわ、もう最悪や。最悪や。
これ今んとこ一番やばい。入れますかこれ。死んでる。あもうあかんわ。プロ入らしてる。めっちゃくちゃ。そこに。まずくめちゃくちゃやばい。エロ。汚い。汚い。全然。赤いか赤くないか。じゃあもう頼む。行くで。うん。ちょっと。これ絶対勝った。最初グッチプリ。はい、グッション。うわ、最初グッチプリ。うわ、っしゃ。めちゃうまいし。赤まみれ。赤とかですまんやろ。ちょりちょり。今全員お風呂から上がりました。素晴らしい。お風呂で最高。ということで、このカラカラの体に。うわ、いいよ。お願いします。明日も一日チャリをこぎますが、今は僕たちのアナル付近と太ももの発展を願って、うん、せーの乾杯。ちょっと言ってくださいよ。まあすげー、言っててよかったわ。マジでケツやばいよな。マジでプロ座りたくないねんな。プロ入ってよりやばな。やばかったわマジで。だいぶ飯買った。飯は勝てない。は？なんで？そんなお腹空いてないんですよ。そんな怖い。マジで無理に。でもコロリー4人のこのこれが怖い。熱中症ちゃうかも。いやいやいや、食欲ないとかおっさん呼んでくれてるな。もう気をつけなあかんねんですよ。おっさん教えてくれてるわ。もっと噛んだよ。君だいぶ俺より力映ってないじゃん。そうで、ぎっきりやん。カメラを言うだけで誰も動かない。動かれへん、動かれへん。あー、ありがとう。あ、ちょっと行き過ぎたんちゃう。行き過ぎた。マジですごいよ、動けん。オッケーオッケー、ありがとう。これで頑張れ、頑張れ、頑張れ。ドタは進む、遊びでちゃうよ。いただきます。いただきます。食べましょう。台湾混ぜそば。混ぜそばって何ですか。マジジャンキーやね。これはそれ見たら味しやんがない。これがこれ結構味濃いけど。カルパス全然やろ。エクスタシーバンって汚れたくない。何だけどこんなんもいつでも食べられない。エクスタシーピュピュピュ出てるやろ。だいぶうまない。うますぎる。うわ、どんだけ食べても太らへんで。うまいな。もう消費しまったもん。カロリー言ったり消費カロリー。ちょ、2500でした。普通はどんなもんな。やばやばこわっ。病気すぎるやん。マジで。あ、おるな、ここに。あー、やるや。うわ、どっちゃんとやる時にお腹減ったら食べていい。そうやな。うん、あかんやん。全然測れてない分もあったから。じゃ、4000やん。何してんねん。温泉めがけて突破した12時気づいたらコンビニのご飯食べて真ん中でシャワー浴びて今日一日の感想で。いや、ほんまに、うん、バリ楽しかった。まずとりあえずとりあえずそれも、うん、きついきつかったな。さすがにきつい。その何が一番きつかった。ケツの痛み尋常じゃないぐらい、うん、ズン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 で、もうどうしようって。まだってるめっちゃ笑ってると思う。マジっすか、うん、多分結構おるから。いや本当にそうだと思う。徐々に徐々に今しかないって思う、うん、この前プリフェロで旅行行ったんですよ。ちょっとなんか不気味な宿みたいな泊まったんですよ。じゃあ俺からはもう見えてないから。もう線香花火で決める。なんか全然安定。それいや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 い
12分。え、今別に最初ドア開けた瞬間にもうなんか俺がもううわって思うぐらい、えもうちょっとっもうやないんですけど、うん、えまず玄関に人形が、すごいな。でも別にそんな夜とかも何もなく、うん、バーベキューとかもやって、うん、何もなく寝て、うん、でチェックアウトで俺とタバコが最後の荷物チェックしてる時に畳の部屋見ててタバコがなんかふと写真を撮ったんですよ俺を。そしたら完全に写っちゃって。嘘つけよもう。いる？いやるとか一瞬で分かる。一瞬で分かりますよマジで。いきます、うん、3、2、マジ？うわ、鳥肌立ってる。これは大変です。マジ？これがまず、なんか、ま、なんかちょっとぼやけてるのかわかんないですけど、でもさすがに綺麗に、綺麗に来すぎてるっていうか、バリ食ってる。忘れようと。すごっ。テレビ見てるわ。野球の観戦地域見てるわ。見てるな。うわ、すっごいわ。すごい。マッサージ受けたい。さよ。ほんまに全身やってくれるから。うわ。で、どこをメインとか。ちょっとずつ貧乏の方やっちゃって。ちょ、マジで気絶するぐらい殴ってくれ。ちょ、ほんま。シシモゴや。マッサージ連れてってや。シシは。これとこれ。ギャンブル戦で行きそうやな。行きそう。の、こいつの給料や。ちょ、なんぼ欲しいか言え。いいね。いいねであげるわ。むず。今日の仕事の分がどれぐらいかっていうのを言ってみたらいいんじゃない。そんなのにまあいいねやな、うん、だいぶきつかったよ、うん、今日の労働力と、うん、まあ、ガソリンとかそうね全部合わせた合計金額を言ってみる、うん、25リアル私となったわ。どうすね競馬で一発当ててみよう。何今のトーン。NHK やん。先行しますか。そうやな。何かけるか決めようか。じゃあ負けるだよ誰かは。トムより。うわー、いやー、うわー、ちょうどいい。いやいや、今日ね、え、どういうこと。いやいやいや、編集するこれ頑張るし、ほんまに編集して終わる。後だよ俺。すげえなあ。ほんまにすごい、これほんますごいことっすよ。立つって。あ、これマジすげえ。座ってんのもしんどくない？わかる。ケツ痛いし。立って全然平気。あ、立ったしんどいわ。すごっ。ほらほら、気つけろ。すごー、面白いね。こいつ絶対負けるやん。チャーサだ。もうちょんちょん泣いてます。先行でだいたい言うやつおんねんけど、火つけんの早かった遅かった問題とかもう抜きにしような。うん、無理っすね。無理や。いったな。いざ尋常に。これ負けた移動はドン。え、こんな何も出んことある。いや、こっからやね先行って。こんなの可愛い。可愛いね。ちょっと見てみて。どんな写真これ。お、たくみよ。ちょ、待って。よっしゃ。マジでやな。よっしゃ。あ、落ちた。とりあえず1位決めとく。あはは。1位。早い。待って。びっくり。1位。マジで、もう本当につくの早かったね。いや、そういうのなし。なしって言ってたよ。マジで一番早かった。すぐ行きます。この匂い好きやわ。いいよ。花火いいよ。ここに布団敷いたっても。こいつはここに布団敷いた。こうなるよな、こういう系。いや、泣いちゃうよ、これは。いつものようにはいかん。もう言うてる、まあ出発やけど。待て。なんかもう、歌って尺逃せ。すごい。さあ、もう敷いてくれてるでしょう、彼は。頑張りを一切映さず。うおー、すげえ。すげえ。すげえ。完璧だ。え、後ろに刀あるで。え、すご、本物じゃん。めちゃくちゃ重い。でも使わるってことは抜けるやろ。うわ、ガチやん。偽物や、偽物や。あ、
模擬刀ですか。ああ乱れ派やな乱れ派っていう研ぎ方ですね。えマジで来てるやん。いっていいですか月月ほんまにいけるやん。模擬刀でもいけてまうやん。昨日寝てないやろあんまり。あんまり寝てないです。俺もあんま寝てない。いやかっこいいって。めっちゃドクターストーン見てた編集してんねん。それでもへんも寝てないらしいな。俺っすけど。かっこいい。俺やばいっすね。全然じゃあでかかっこいいって。でトータル今もう計何時間起きてるんですか。ちょ左肩下げんのやめてうざいから明日ギャンブルしてマッサージ行って、うん、お家に帰ろう。よっしゃギャンブル買ったらさチャリを運送できるやつ。うわめっちゃいいなそれそうですね。えだって俺らの目的は、うん、チャリで有馬まで行くことやろ。そうか帰りは別に何も売ってないで。いっぱい稼いで、うん、車のホールドで死んだほうがいいのよ。よしちょっとあの俺高校の時団長してたから話してもらっていける2回目やけど。うそやん前回ひどかったぞマジで、うん、ちょっと覚えてないから、うん、もう自己流で行かして、うん、で、うん、おーやめろそれ掛け声あってこそのシッ気付けよシッゴイ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 って言ってた。手がめっちゃ痛いな。痛いやな、ワンパクするやろ。やばい言われた。お前より汗かいてんねん。だから食っても太らんねん、お前。これ7やね。7、1、7、1、4。めっちゃでかい、おおおお息を越えてたどり着いた。ちょっと遠いし、そこ痛い、そこ痛い。あー、もうちょい内、あー、そこもいいな。いや、もう、あー、いいやん、いいやん。気持ちいいわ。ちょっと遠いし、そこ痛い。テレビです。もうちょい内側。ごめんなさい。あの迷惑承知で言うんですけど今ちょっと自転車で有馬温泉まで向かってるんですけど水分足りなくて水道水とかでよかったら。ペットボトル、はい、あの施設でねちょっと子供たちがいるんですよ。でお前やったらねなんかいろいろよう働いてくれると思うから、はい、そやけどちょっとあれやからちょっと この辺で待っててくれる。あいいですね。すみませんありがとうございます。夢の架け橋やん。お前たち大変やわちょっと大阪から有馬温泉までのチャリ旅。